はい、どうも、しんしんです。皆様、ズームズームしてますか？ということで、今日の動画ですけど、まずはね、聖子ちゃんのご案内でございます。聖子ちゃんね、右下の方にいらっしゃいます。こちら、アシスタントの、松田聖子と申します。よろしくお願いいたします。特に何も用はありませんけども、なんかね、この辺で見守ってます。たまに動きます。はい、よろしくお願いいたします。では始めたいと思います。今回の動画ですが、サムネにもねこんな感じあったと思うんですけども、クロス G のねスノーモデル、このディーゼルモデルね、に試乗させていただきました。私ね、あの初というか今更かもしれないですけどね、まあ、いろんな YouTuber さんとかね、ブログ等で、いろいろ紹介されてると思いますが、ようやくね試乗できたので皆様に、感想と述べさせていただきたいなと、思いまして動画作らせていただいてます。また今日は松山トークという感じで、いつも通りね、コメント紹介させていただきたいと思います。で、長くなりますので、目次を概要欄に作っておくので、そこをいいところから、いいところだけでも、見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。目次の方ですね、まずはスノーディーゼルモデルのお話、そして福男、そしてライブ関連ね、ライブ配信関連のお話と、新ステッカーのお話、そして、オスドラ、そして普通コメとさせていただきたいと、思います。では、始めたいと思います。まずは、スノーディーゼルモデル、これね、あのちょっと画像と何もないんです、申し訳ございませんあのいつも通りね、弱小 YouTuber だと、こういう感じになってしまうんですけども、まああのクロス D のね、私乗ったのをエルパケに乗らせていただきました。まあ、グレードは、まあ、特にね、関係ないというか、四駆のモデルの、そのディーゼルモデル、そこが大事なので、その感想と述べさせていただく前にですね、今日このサムネと、さらにこの背景のね、画像、ホタルイカさんから、画像をお借りしまして、使わせていただいてます。ありがとうございます。で、このね、ホタルイカさんのね、はあの FR なんですけど、まあ、クロス D モデルということでね、使わせていただきました。かっこいいんだよね、このシグネチャースタイルを、まとってましてね。ちょっとこの写真、背景の写真がちょっと伸びちゃってるかもしれないんですけど、画像の、ね、大きさ合わなくて、かもしれませんが、なんとなくいい感じにしたとは思います。はい、で、これ横浜のね、赤レンガ倉庫をバックにという感じでございます。では、まずはね、倉庫のね、走行というか乗り込んだ時に、これはね、あのエルパケモデルのあれなのかな、超めちゃくちゃ暑い日だったんですよ。でエルパケは標準で、ベンチレーションついてないんですよね、確かね、オプションにつけられるのかな、わかんないけど、このねベンチレーションが非常に仕事をしてるなというのが、感じましたね。普段私クロス D のハイブリッドモデル、乗ってるんですけど、このベンチレーションはね、運転席助手席ともについてるんですけども、もう暑い時にこれ動かさないと辛いね、もう汗だくになるという感じになる。まあその本当に暑くなっちゃっててね、もうそんなすぐ冷えないよっていう時もあるけども、まあ、あの気持ちとしてはねこれつけたいなというのが、まずはね1個、まあ、これあのモデルグレードによってね、ご予算に応じて、つけられるつけられないあると思いますので、まあそれはつけられる方はつけた方がいいですよって、まあ、お知らせでございます。そして、まあ、まずは乗り込みまして、エルパケでね、グレージュの内装だったかな、で内装と木目調のね、パネルという感じです。非常にね明るい内装でございました。これもね、まああの座り心地とは特にあんまり変わりはない、変わりというかね、そこまで大きな変化はないかなという感じでございました。で、乗り込んで、まず一発目の発進の時ね、これ重要ですよ皆さんね、まあいろんなところで聞いてること、まあ同じことを私言うかわかんないんですけど、ほとんどね見てないんです、そういうねあれのやつをね、かぶった時に言えなくなっちゃうので、見てないんですけど、これはね非常に、滑らか、発進がね、これはね私のクロス D のハイブリッドモデルにはない、悔しいけども滑らかね、うん、滑らか、あの CX8 の時を思い出すカメラ、まあ
ちょっとはギクシャク感はあるんだけど、本当に気にならない感じぐらいね、よくよく探すと少しあるみたいな感じですけども、滑らかに動き出してくれるんですよ。これがね最高ですね。ハイブリッドモデルとさ、クロス G モデル迷う方は結構いらっしゃると思うんですけども、まずは滑らさにゃん、おいおい、まあ、まずは滑らかさで言ったらねちょっとツッコミ入れたりしてみてるんですけど、ツッコミを入れるこの、あの動きがちょっとないんではなく、これしかないんですけどまずはね、こう滑らかさで言ったら最初のねクロスにスノーモデルの方にね、部があるなというのが正直な、感想でございます。これちょっと悔しいなと思うんですけどもね、まあ、このハイブリッドモデルでもね、このぐらいの感じになってくれればいいのかなとゆくゆくはね、思いました。でもう一つね、今度動き出してから、まあ、すぐにねカーブと、まあ、大体ずっと直線ということはないんですぐ曲がったりするんですけど、この一発目に曲がった時にね、軽いなっていう、その軽いんですよ。で全体ではクロス D の、ハイブリッドモデルは、まあ、私乗ってるこのサンルーフ付きだと、1940キロね、あのカタログの数値だとね1940キロで、普段は大人2人で乗ってる1940キロ、そして今回は、ディーラーの方もね一緒に乗っていただきましたので、大人3人乗って、L パケね、L パケは1860キロだけど、重さ自体はねこのカタログ数値でいくと80キロぐらいしかないのよね、この車体の総重量は。それでね、大人が1人増えてるじゃないですか、あんまり 重量変わんねえんじゃねってよくよく考えたら、その時はね軽いんだなと思ったんですけど、よくよく考えるとあんまりもしかしたら変わってねえなっていうのが、正直なところなんですけども、車の動きは軽いんです。これですよ、これです。なぜかね車の動きは軽いで、キビキビ動くというような、スポーツカーのようにねというものではないんですけど、私の乗ってる、ハイブリッドモデルね、それに比べると軽さが顕著に現れる。これ助手席に乗ってる彼女もなんか軽そうだねというぐらい、そんなに車に詳しくないですよ、普通にまあ私の車とはいつも乗ってるっていうだけなんですけど、普通のいつも乗ってる時より軽い感じがすると、乗り心地も楽だという感じなんですよね。こんな楽だっていうのがね、そのギクシャク感のことなのではないと思うんです。この軽く車が動くこの楽さね、これが感じられるというような、まずは第、ファーストインプレッションでございました。でこれがね後々に聞いてくるんですけども、そこからちょっとこの山道チックなね、道を行かせていただきまして、まあ、ハンドリングを試せるような道をね走らせていただいたんですけども、これやっぱり軽いから、このね山道ワインディングロード、まあそこまで本当のワインディングロードではなかったけども、それの準じるようなね、道だったんですけど、カーブをね切って切って切ってところでは、これはね重心がいい感じにね、移動するというか、曲がっていくようなね、スタイルというか何姿勢でね行きましたねこの軽さっていうのは正義なんだなというようなね、感じでございます。そしてもう一つ、まあ、ハンドリングの次はね、軽さとハンドリングの次はこの足回りのね、まあ、硬さというかね、こう乗り心地の部分、これがね、セッティング違うんですかと何回も確認するほど、ま、マイルドなんです。これも悔しい、ポイントだったんですけど、マイルドじゃねっていう、そのだいぶマイルドじゃね、その何この跳ねるじゃないですか、少しね60くん私乗ってるそのハイブリッドモデルはね、まあ、もしかしたら今出荷されてるハイブリッドモデルはこのセッティングなのかもしれないですけども、このマイルドでね、そう、乗り心地がいい感じ、足回りのねセッティングがいい感じだなというのが感じましたし、これもしかしたらちょっと乗る前に、ね、確認しなかったんですけど、あれこれ18インチのタイヤ履いてんじゃねえのと思って、あ18インチだなみたいな話をしてたんです、乗っててね。で
ディーラーの方もね、急遽乗らされた人だったので、タイヤ何入ってるかよく分かってなくて、あ、18インチかもしれませんね、みたいな感じだったんですよね。で、まあ、乗った、18インチ、さすがにこれ乗り心地はいいなと。まあ、もちろん、その、足回りのね、まあ、ダンパーと、ショックのね、セッティング等も少しまろやかになってるんだろうなと思いつつ乗って帰ってきたところ、確認したら20インチだったということでね。そうだよね。だってエルパケ20インチだもんね、標準がね。そのカタログとかこうか確認できなかったので、あれだったんですけど、そうなんですよ。これ、まあ、モイルド差がね、だいぶあるということで、この、クロスリー、スノクロスリーモデルね、これはね、正直おすすめですね、うん、でおすすめなんですけども、まあマイルドハイブリッドモデル、私のね、もうはじめ、乗られてる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。でこれ何が違うのかというのを探したところ、もちろん内装のねグレードが変わってくるっていうのもあるけど、乗り心地の部分で何だろうな、軽いのがいいっていう乗り心地と、さらにはまあ相反する部分で、重いのがいいっていう部分もあるんだなっていうのが、感想です。この重さっていうのはさ、もちろんもっさり動くというのもあるし、こうキビキビ動けないっていうのあるんだけど、重いってことはね、重心が安定するっていう側面もありますよね。で乗っててもう同じコースをね、私ねもう一回乗ったんですよ、自分の車でね。あ、なるほどなと。で乗っててね、直進安定性はおそらくこのマイルドハイブリッドの方がいいですね。でこうなんかどっしりとして重いんだけど、なんて言うんだろうな、まっすぐしっかりと走れるみたいな、感じ、地面に、車体を押し付けて走るみたいな感覚が、この感覚の話で申し訳ないんですけど、理解できない可能性もあるんだけど、乗ってみるとね、分かるね、乗り比べると見ると、これはもうね、重いからダメだっていうことではないなというのが一つ。まあこれちょっと悔しいから言ってる側面もあるんだけど、まあそう、それもあるし、あとはパワーの面ね、うん、まあクロス D のハイブリッドとあと普通のクロス D ではパワーが、まあもちろんモーターがついてるついてないで、も違うし、エンジンのパワーも少し違うということで、踏み込んだ時の加速力はね、やっぱりこのハイブリッドモデルの方が、ありますね。この伸びていく感じがあるなというのが、一つ。まあもちろんね、クロス D の普通のモデルでも十分500ニュートンのね、1500回転から3000回転で500ニュートンの 231PS、 これ4000回転から4000、4000回転からの、最高出力かな、うん、なるので、これ十分すぎるほどね、パワーがあるんですけども、そのパワーの面では、ハイブリッドモデルの方が多少はいいなというの、その気持ちよさがあるね。でもう一つはね、これはもしかしたら気のせいかもしれないし、合ってるかもしれないんですけど、タイトなカーブじゃなくて、まあ、大きめのカーブ曲がるときね、大きめのカーブをこう曲がっ、ちょっとまあスピードに少し乗ってるようなカーブを曲がっていくときに、車のね姿勢がね、これはなぜかわからんけど、ハイブリッドモデルの方がね、気持ちいいんですよ。抽象的やろ。めっちゃ抽象的やろ。この気持ちいい、この角度というか、ロールというか、なんと言ったんでしょうかね。KPC がうまく作動する重さなのか、足前のセッティングがね、そこがうまくセッティングがいってるのか、わからないけども、こう曲がっていくときのね、この体勢、車の姿勢、ロール感、あとは後輪への駆動の感じ、これがねハイブリッドモデルの方が気持ちいいね。まあそれは気持ちいいからって何なんだって話なんですよ。別にクロス D だけ乗ってれば全然わからないことなので、どっちでもいいという話ではあるんですが、まあちょっと悔しいからちょっと言ってみたいな感じですね。なんかないのかという感じでございました。はい、ということで、今回のね、クロス D モデル、まあ、Lパケでしたけども、おすすめできるかどうかというのが重要なところですけども、これは間違いなく、残念ながら、ごめんね、ハイブリッドモデル乗ってる人、私もそうだけど、おすすめでございます。これはね、
おすすめはない正直私もし買うとしたらエクスクルーシブモードね、エクスクルーシブモードがいいかな、いっぱい装備がついてて、あと選べる感じにして、このシグネチャースタイルつけてもいいしさ、これかっこいいんですよね、この感じがね。そう、内覧会に行った時からもう言ってるんですけども、シグネチャースタイルはね、めちゃめちゃかっこいいので、これはね、おすすめでございます。そして、ハイブリッドモデルを、乗る理由としては、燃費が少し違うのと、車体価格が上がってしまうから、なんとも言えないんですけど、燃費が少し良くなるのと、この踏み込んだ時のね、力強さ、これはね、違います。気持ちよさがね、この辺がね、欲しいという方は、ハイブリッドモデル、そして、もうそういうのはあんまり関係ないんだよなと、みんなのいろんなとこ乗って、楽しめて、FR のね、少し、楽しみ方が感じられれば、いいかなっていう人はね、もうクロスリーモデルでいいんじゃないかなと思います。雪道行かない人は肉でもいいし、そういう感じかな。おすすめはね、四駆の方がいいと思いますけど、いろんなところに、ね、行ける可能性をね、ありますから。おすすめなんですけども、クロスリーモデル一度ご試乗なさってください。もう買われた方がほとんど見てるかもしれませんので、ご気分悪くされた方は申し訳ありません。私もだからね、ちょっと我慢してね。ただこれはね、値段的に、安くなるということでもあるし、性能が劣るということではないということで、買いでございますね。買いでございます。はい。ということで、今回のね、試乗した感想でございますが、ディーゼルモデルが欲しいという方は、積極的にクロス D、スのクロス D モデルを選んでいって間違いありませんというような、報告でございました。残念なのか、良かったのか、わかんないけど、複雑な、心境でございます。はい。ということで、今回はね、以上の感想は以上となります。また、またじゃない、もうこれ終わりにしそうになっています。はい、ということで、次のね、コーナーに移りたいと思います。はい、続いてですけど、福男コーナー。なんか、松山トーク久々やね。なんかライブ配信とかいろいろ忙しくてさ、なかなかできなかったんだけども、久々やね。で、福男行きたいと思います。まずは、秀幸さん。1番、またよろしくお願いします。伊吹山松田オフ会良かったと。新人さんもぜひぜひということで。これ、誰のやつかわからんけどね。伊吹山の会があったということで、楽しそうやね。みんなで集まってね。うん、どのくらい集まるんかね。50代とかそういう単位で集まるんでしょうか、100代とかね。はい、続いてごめんなさい、キンブルさんがですね、読みづらくなってんのよね、このね、ハンドル名に変わってしまってね。キンブルさん3個目、そしてゴーさん、オランダから1個目、ありがとうございます。オランダ10時だったね。こちらでは60多い、というかトヨタとマツダが、ほとんどですが、そうなんだ、トヨタとマツダなんだね。で、60の半分以上が PHEV。そして、充電スポットも街中至るところにあって、日本よりも進んでいますが、電気代がウクライナ問題以降、2倍から3倍に跳ね上がっており、果たしてどうなることやらですと。これちょっとね、難しい問題ですけども、そうなんだね。ヨーロッパはさすがに、PHEV がね、主流ということになっております。はい。そして、ロマンちゃんね。4個目、北はロマンちゃんより、ありがとうございます。キニキックさん、6番アルパインのドラレコ、今のところ特に不具合、ありませんということで、アルパインの、ね、ドラレコは使える可能性が高いという情報でございます。そして豆の親父さん、また負けてるということで、ね、ありがとうございます。そして、ゆうすけパパさん10個目か。でともさん、10、11、キラクマさん、またまた出遅れるの巻き13個目かな。ロココさん、何個目何か、馬の先生さん、15番、8番、キャッチャー、山倉、15番、意外とのところ、馬の先生でした。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、むずい。続いて CX30LOVE さん、16個目かな、シンシンさん、表情が伝わらないのもあって、アバターを導入したとおっしゃってましたが、
アバターがなくても、シンシンさんの声や喋り方、間の取り方などで表情や気持ちはちゃんとイメージできますよ。ありがとうございます。それがラジオ感覚で聞けるこの動画の一番の魅力だと思います。アバターがいなくてもいてもいなくても、聞き続けますので、これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ちょっとね、アバターちゃんのね、処遇はね、まあちょっとおいおい考えていきたいと思います。今のところね、せっかく作ったので、置いといてますけどね。はい、ありがとうございました。そして、CX-JUN60 さんね、18番。吉行さんね、1番。あ、吉行安倍さん、安倍ですだって。ごめんなさいね。わからんのよ、これ。で、すみませんね。タカさん、またも1個目だと。続いて、鹿の寝言さん、1個目ですか、お世話になります。松田聖子さんも暑い中お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。私も CX5 を購入する前に、ディーラーの営業さんから病みつきになるよと言われ、CX8 の L パケを試乗しました。初めて体験したディーゼルエンジンに興奮する驚きを受けて、CX5 を購入したのですが、 CX8 がなくなるのは寂しくなります。CX8 はリアシートにサンシェードがついてましたよねと、あ、そう、これ欲しいね。うん、リアシートのね、サンシェード、意外とこれはね、いいよ。うん、欲しいです。で、革シートで、USB ポートがあったのも驚きでした。車体が大きくても、カーブで写真の合成を感じ、走りでもズームズームを感じました。CX80 が出たらなくなってしまうのはマツダの、事業規模的に仕方ないのかもしれません。これからも名車を作ってほしいです。ちなみに7月15日に納車予定の私のプレミアムモダンですが、タイヤがブリヂストにね、決まったので決まったそうです。ソシャゲのガチャで、激レアを引いた感覚に、なりましたということでね、とりあえずね、よかったのかわからんけど、ブリヂストのね、タイヤでございました。そしての15日にね、もうちょっとしたら、納車されるということで、プレモダね、おめでとうございます。またね、お便りお待ちしております。ありがとうございました。オレメタさんね、オレメタさん。ちょっと野球見に行くんで、後で袋男いますね。あ、そう。ありがとうございます。また後でね。ありがとうございました。野球何見たんだろうね。何だろうね。で、キラクマさん、4個目。サード、原。久々、一桁なりと。言うとね、原さんね。そして、ノリオ大石さんね。これね、前のセイコちゃんのね、浴衣姿なんですけど、浴衣の合わせが逆です。死に装束になってますということでね、ごめんなさいね。ごめんなさいというか、この多分着て、なんていうの、作った時は逆じゃないんですよね。で、この画面キャプチャーでこうキャプチャーするとね、反転してしまうということを忘れてました。思いっきり反転してたね。うん、死に消毒。で、秀樹さんもね、あ、確かに死に消毒なってるということで、ね、ちょっと縁起が悪いっていうので、ね、今回もうね、浴衣やめました。この、日本のやつやめようと思ってね、逆になっちゃうからね。うん、あれ、すいません、ご指摘いただきまして、ありがとうございました。気がついてなかったね。はい。続いて、ロココさんね、松田6個目と。そして、CX30 ラブさん、松島7個目。松島 7個いいな。うん、ええな。松島奈々子といったら何のドラマかね。あとライブ配信の時にやろう、またね。こういうの楽しいよね。で、くだらないことやってんでね、ライブ見にどうしようかなと思ってるから、ちょっと見を覗いてみてください。はい。そして、カルロ・ヒットマンさん、8個目か。そして、つのて、ユースケ・パパさんね、10個目か。で、馬のスーさん、イレブン4月にドア対策してもらった時、営業君が8の引き合い多いんですと、60より手頃なのでって言ってましたと。そうなんだよね、そこよね。うん、 CX8 ね、そうなんだよね。なくすのかな、どうしてもね。うん、はい。そして、ダイナさん、13個目。でトモさん、洗車してほい、洗車してました。14番。はい。ということでね、以上、福男の、コーナーでございました。皆さんはね、今週もいいこと、
ありますよということで、よかったですねということでございました。ちょっとねここのところ、動画がねうまくできてなくて、抜けてしまったのも多数あるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。これからね頑張っていろいろ全部出せるようにねやっていきたいと思います。はい、以上ね福男のコーナーでございました。はい、続いてはねライブの感想ですね。この間20何日だっけ6月の末に、行った初ライブ、ねの感想と、その前に私ねリハーサルしようと思ってね自分だけ限定配信して自分でちょっと確かめて聞こうかなと思ったやつが、実は配信されてしまっていたというねそうだからゼロがあるんですよ1回目の前がねもう2回ライブ配信してしまっているんですけども、その感想をね、いただきました。それ紹介させていただきたいと思います。楽しかったね。はい、で、俺メタさん、神回楽しかったは俺メタです。これはあのゼロの方、ゼロ方吉行安部さんね、何のテストかなとそう。で、梅ちゃんね、これ梅ちゃんだよな、梅ちゃん、ライブだとうとクソ次回は予告してください、絶対見に来るということで、見に来ていただきました、ありがとうございました。そしてテディさん何ですかテストの時のやつね。で、桃沢ゆかさんね、どうも桃沢です、幻の、配信お疲れ様でしたということでね、まあ、ちょっとめちゃくちゃだったけどね、ありがとうございました。でモナパパさん、初ライブおめでとうございます。それにしてもゲリラすぎます。完全に出遅れて気づいたのは3時間後でした。思えば急に新キャラしんちゃんが登場してみたり、なんやこのおっさんおかしなこと始めよったなと思いながら静観していましたが、ライブに向けての布石だったんですねと。次は見逃さないようにしますので予告お願いします。あ、小生の初愛者は、AE92 レビンね、92レビン、当時の彼女、今の嫁さんはアルトワークスに乗ってました。お、走り屋の2人かな、分からんけど、モナッパさんね、あ、聞いてない、ではまたということでね、92レビン懐かしいね。まあそれをねこういろいろ話せるライブだとね、もっとねみんなと一緒に詳しく話せるんでね、楽しいんですよ。皆さんもね参加してください。で、松竹さん見逃したと、すいませんでした。まあすいませんというか、そのねあれの時はね告知してないからね始まっちゃってましたからね、まさかの12分間何も喋ってないというやつですよその気づいたらさ、違うんですよ、私声聞こえてるかなと思って自分で自分の携帯でライブ配信をこうつけてみたんですよ。そう、そしたらコメント欄が10個ぐらいもうガーッとなってて、チャット欄があれと思ってそれで気がついたの。気がつかない可能性もあったのね、この OBS の配信画面だけ見てると。 そして最後までこのチャット欄が表示できずというようなね、まあ初心者にありがちな、ミスというかね、それをやろうと思ってできなかったんですけど、試しにねやってみようかなと思ってできなかったんでもうできなかった、もうその時はね。そんな感じの、まあアーカイブ残ってるんでね、怖いもの見たさで、見てみたいという方はね見てみてくださいはい、続いて、レジババさん、とりあえず録音聞いてます。レジババさんありがとうございます。ミンココパマさん、最近は紆余曲折ありながら進歩してるような、出ないような、頑張ってください。本番のライブ配信、楽しみにしておきますということで、ありがとうございます。ちょっとね、いろいろやってね、なんだ、もう、前に進んだような、交代したようなね、いろいろ、そんな感じでございます。はい。そして、オレメチャさん、いよいよですかって、だから、違うんです。そのテスト配信の次の日ぐらいに本番を迎えようと思ってたんですよ。なので、テスト配信の翌日にもう、そう、っていうことになってしまったのね。まあ、もともとちょっとタイトな感じでしたけど、そうなんです。すいません。ゆうゆうゆうきさんね、みんなで練習楽しかったですね。そうやね。ライブ配信さ、みんなでこう、作り上げていくもんやなと。この自分だけでさ、完璧なものをいきなり配信しようというのは無理があると。こうやりながらね、ここはどうかと、こんな感じがいいのかと思い、言って確認しながら、作り上げていって、面白いね、番組になれればなと思っておりますので、チャット欄でね、ガンガンもう言ってくださいね。お前、なんか、ここ変やでとか、声が小さいでとか、BGM がでかいでとか、そういうのをね、確認しながらやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。
楽しかったね。で CX30 ラブさん、合同練習本当楽しかったですねと、学生時代に、ラジオ体操担当の体育教師がいざ音楽を流そうとしたらラジカセの調子が悪くてあれあれれとなっているのを一緒に見守るような一体感がありましたよとすいませんね。そうね、ちょっとほったらかしの部分がねかなりあったと思うんですけど、もうずっとやってたからね、あのおかしいなと思ってね、声も出ないしさ最初ね、うん、そう、そういう感じでした。で、ともさん、よう待ってました。これはその配信前のね。で、梅ちゃん、ドキドキして待ってる。これはあの、予告というか、予告か。あの、予告のやつが流れてくると思うので、そこで通知するっていうベルのマークね、押していただくと、何人が待機中の何人が増えていきます。それを見て、1人とか0人じゃないわとかね、話が。一人でね安心するというシステムになってますので、よかったら押してみてください。あの通知が来ますからね、配信の時にね、よろしくお願いいたします。はい、うん、続いて、中山忠夫さん、29日21時半ワイワイ楽しいライブになりますねということで、そう楽しかったね。で、まあ後でやるか。こんって次のね、ライブ配信の予定、これライブ配信のこのなんだコメントの紹介の最後に、次のね予定発表したいと思いますので、よろしくお願いします。でモナパパさん、ワクワク。そして、ハスキーさん、声小さくないと。この1回目のねテスト配信を聞いてご指摘いただきました。ちょっと調整して大きくなるようにね、調整しました。ありがとうございました。そして秀樹さん、今見たらシンシンさんと女の子だけが、はてなみたいなテスト中なんですね、びっくりしましたと。最初の12分で何も喋ってないです。本当に何も喋ってない。ようやく12分後ぐらいに喋、り出して、そしてなんかこれどうにすんじゃ、これどうにすんじゃと、無言の時間もかなりあるんですけども、最終的にはね、昔のね好きだった車なんですかみたいな感じで盛り上がりましたね。まあ古いというか、あの走り屋の車が多くなっちゃったけども、楽しかったね、懐かしい感じでございました。ありがとうございました。そしてこの最初のライブ配信の時に私ね、これね乾杯の音をさ、これ配信に載せようと思ってさ、この私のアイスコーヒー入れたこの松田関東松田さんからねもらったバカラのグラスなんですよ。これバカラグラスで、ちょっとね奥の方見えるですかね、左奥の方欠けてるでしょ。乾杯の練習しすぎてさ、パキってこうかけてしまった。配役じゃない、配役じゃない、これは配信でも言ったんですけど、そういう感じでございました。もうトラブル出まくりね、はい。で、カルロ・ヒットマンさん、初ライブおめでとうございます。残念ながら、ライブ聞けなかったライブ配信のタイトルですが、シンシンの JC ナイトはいかがでしょうか。あとアバターの名前ですが、聖子ちゃんで決まりでということで。そうね、ライブ配信のタイトルはね、今のところ、松田の雑談ライブというような感じでやってるんですけども、まあ、ちょっと考えてね、いきたいと思います。ね、そして、中山忠夫さん。松田聖子さん、若く見えるけど36歳、浴衣美人、もうスペシャル最高ですねと、ありがとうございます。で、ハスキーさん、シンシンさん、昨夜はお疲れ様でした。次回も楽しみにしてますねと、ありがとうございます。はい、ということでね、以上、ライブ関係のね、コメントをいただきました。皆様ありがとうございました。次回のね、ライブ配信ですけども、そのうちこう流れてくると思いますが、7月の13日木曜日、今回どうしようかな。9時からじゃ早いかね。でも、ちょっと9時から、やってみたいなと思ってます。7月13日木曜日の9時からライブ配信させていただきたいと思いますので、お時間のご都合ある、合う方はね、ぜひともご参加よろしくお願いいたします。みんなでね、チャットしてワイワイするとめっちゃ楽しいで。ね、まあ、今回どんな、テーマにしようかなと思ってるんですけども、今回のテーマはね、先日ちょっと8のね、CX8 の話題を触れましたけども、CX80 ね、80くん、実際みんな楽しみですか？どうですか？ご感想とみんなで語り合いましょう。そして、裏テーマ、今回もちょっと作ってさ、まあ、これもどうなるかわからんけど、話の流れによっては全然違う話になるかもしれんけども、好きだった歌、名曲、夏メロというか、
皆さんねちょっと一曲ずつぐらい考えていただいてみんなで語ろうよ、楽しいから。よくね若彼氏頃のさ、これめっちゃアーティストハマったみたいなね、そんな感じで構いませんので、ちょっとご用意ご準備いただけたらと、思います。はいはい、以上ね、ライブ配信関係の話題でございました。続いてはね、ステッカー、ステッカーです。ステッカーね出来上がりました。以前すずりというところでね、もともと私の JC チャンネルの、ステッカー作ってたんですけど、そこで同じところで、普通のステッカーと T シャツとあと、なんていうのこのタペストリーじゃなくて何やろうねこれ、アクリルスタンドね、アクリルスタンド作りました。ちょっとこうまず画像、これ T シャツ、こちらね、これめっちゃ良くない？ハスキーさんのデザイン、これ秀逸よね。これ後でハスキーさんにお礼しないといけないんですけどめっちゃいいわね。これ T シャツにこれめっちゃ合うよね、なんか良くない？24時間テレビできそうじゃない？なんかチャリティーできそうね、これいい感じで。実際来て私また着てみたんですけども、180センチ182センチぐらいかな身長で、LL で注文しました。 LL ね、ちょうどいいぐらいのサイズ感でございます。はい、でこれ、もしね、ご希望の方は購入してみてください。はい、すみませんね。はい、で、これがねアクリルスタンド、これなんでこれ作ったかっていうと、ね、このステッカーはこの間とね同じぐらい同じサイズで、何センチだろう、8センチかな、横が8センチの縦が6センチのサイズなんですよね。まあ一般的なちょっとステッカーのサイズなんですけど、ちょっとダッシュボードに置くのにさ大きい方がいいっていう話があったじゃないですか。でこれ大きいの作れなくって、なんかないのかなと思ったところ、このアクリルスタンドが、まあ、これプラスチックなんですけど、あって、これが横がね16センチ、そして縦が、11センチねなんですが、問題が一つありまして、お値段がね高いのです。5000円弱ぐらいするんです、こんなのが。これはねちょっと売るのはちょっとむずいなというのが、正直なところで、私は試しにもちろんね買いました。自分でも買うんですけど、買ったんですけど、物はねすごくいいです、すごくねいいんですけど、まあちょっと画像をね、出すと、まあこれはプロのままか、こんな感じね、いいんです。でこのスタンドのところ足が取れるので、これを取ってダッシュボードに置けば目立つかなと思ってたんですが、まあちょっとプラスチックだしね、これをダッシュボードに置くのはちょっと危ないかなというのが正直なところです。はい、なので今回はね、ステッカーと、まあ、T シャツという感じで、まあ、ちょっとこれをアクリルスタンド買ってもええでという既得な人はね買ってみてください。5000円ぐらいだしね、高いね、もうこんなん普通買わんわ、自分でもそう思うし、ね、これは別に全然買わなくていいというかあれなんですけど、で今後さもし希望があればね、この大きいサイズの方は作るとしたらもうロット単位で作れるようなね、ところに頼んで、自己販売するような感じになってしまうんですけども、まあちょっとな予算的なこともあるしな、いろいろ考えていかなあかんというような感じでございます。はい、まあステッカーはね通常通りこの感じですごいいいものがね出来上がりましたので、はすきさんありがとうございました。はい、ということで、ご希望の方はねすずりというところのサイトをね、概要欄に貼っておきますので、リンクをね貼っておきますので、そこから、ジャパンチャンネルと検索してみていただければ、このコーナーでコーナーというかねあれが出てきますので、そこからね、ご希望の方は購入していただければと、思います。はいはい、ということでね、以上ステッカー、新ステッカーできましたよというお知らせでございました。意外といいよこれね。はい、ありがとうございました。続いて、オスドラのコーナーとさせていただきます。しばらくですね、まあちょっとね紹介させていただきたいと思います。はい、まずはね、ホタルイカさん、オスドラと箸休め、シンシンさんおはようございます、ホタルイカです。赤レンガ倉庫前の60くんをサムネに使っていただいてありがとうございました。今回もね、使わせていただきました、ありがとうございます。家内と感動しました。最近動画拝見しました。
あ、最新動画ね、拝見しました。前半の腕、時計設置は早送り、虫取りスプレーと、洗車用バケツを早速ぼちりました。6月の15から16にかけて、信州方面に出かけてきましたので、ご報告です。しんしんさんの縄張りでご存知のところかもしれませんねと、天気予報ではずっと雨でしたが、1日目の午後に雨が降っただけで快適な旅と、なりました。2日目の朝は、今年3月にオープンしたばかりの沢村ロースタリー軽井沢に、行きました。近くのベーカリー&レストラン沢村の方は、観光バスも立ち寄るみたいで、かなり賑わってます。こちらはまだゆっくりできます。外観と60くん、そして私の箸休めとして、グラップウフェンの写真を添付しました。こちらドイツの伝統菓子を沢村風に、沢村風でいいのかなにアレンジしたということですが、かなり美味しかったです。添えられたカスタードが絶妙でしたということで、その後北軽井沢で新鮮なレタスとキャベツを買って、一面キャベツ畑の嬬恋パノラマライン、南ルートを、爽快に走り抜けました。パノラマラインから、県道94号線に走り、入り、湯の丸高原方面に向かいました。その途中の湯の丸レンゲツツジ、群落では、花のオレンジ色が目に飛び込んできました。天然記念物と知り、60くんとパシャリ。この辺りは初めての訪問でナビ任せでしたが、満開の時期でラッキーでしたということで、レンゲツツジ、レンゲツツジか、どこだろうな。11時前ですが、ランチで立ち寄った、東と読めんな、これなんだっけ、非東恩市かなにあるアトリエドフロマージュ、ワンコ同伴で、テラス席を利用しました。こちらの眺めは最高でした。デザートの、生チーズソフトをパシャリ、なんと連月ツツジの開花キャンペーンで割引がありちょっぴり得した気分。その後、女神湖白樺湖から八ヶ岳の檻を走り、横浜の自宅に戻りました。60くんでの高原ドライブは最高。しんしんさん、これからも動画の配信を楽しみにしていますということでね、だいぶロングドライブでしたね。横浜からね、長野まで行くとなると、はい、でこれまずはこれが沢村ロースタリー軽井沢なのかな、ね、かな、はい、で、これがグラップフェンってなんか分からんけど美味しそうよね。で、まあ、レンゲツツジの60くんと、さらに、生チーズソフトね、50円割引だった。生チーズソフトめっちゃうまそうよね、なんかね。いや、いい旅でございましたな。長野はね、いいんですよ。いいんです。走りやすいし、景色も綺麗だし、美味しいものもたくさんありますのでね、皆さんおすすめでございますね。私の県ではないんで、故郷ではないんですけども、めっちゃおすすめなのでね、ドライブにちょっと行きたいなっていう時はね、長野県行ってみてください。そして、いろんなね、美味しいもの食べて、お蕎麦も食べて、ライチョウの里を買って帰ってくるのが一番いい感じになりますので。食べてみてね。はい、ありがとうございました。続いて、花見つくさんね、しんしんさんこんばんは。早いものでもう今年半分が終わってしまいますね。終わりましたね、6月でね。早いな、もう年取るとな。こうなんかあるよ、あったよね、あの年取ると早いってね、なんか1歳の頃と経験値が違うから感じ方が違うのみたいなね、なんかありましたよねもう早いのね。なんか年を取るたびに、どんどん月日が経つのが早くなっていくように感じられます。これもおじさんあるあるなのでしょうかと。そうらしいよ。で、先日都内を60でドライブしていたら幻想的な風景に出会ったので思わずパチリとしてしまいました。場所は、増上寺かな、増上寺の大門がある、芝大門交差点です。大門越し
大門越し大門越し、左側のビルに東京タワーが反射して、あたかもタワーが2つあるような光景にタイミングよく信号が赤になったので、撮影いたしました。最近60の運転が気持ちよくて、用もなくぶらぶらとドライブすることが多いです。行ったことのない道を道路を走るのが好きで、今まで知らなかったいろいろな発見があります。これも60のおかげですね、と。行ったことない道めっちゃワクワクしますよね。皆さんどうか分からんけど、私はね、行ったこと、ここ来たことないわっていう時にめっちゃテンション上がるんですよ。もう別に何がなくてもいいんですよ。これは初めて走った道やという時がね、一番楽しいね、ドライブしてて。もちろんいい景色見た時もそうだけども、そう、結構いろんなところ行ってるんで、メジャーな道はね、まあまあ走ってるんですよ、本州のね。本州はね、まあ関西方面はあまり行ったことないんですけど、そうなんです。行ったここ来たこと見覚え全くないわっていう時にね、めっちゃ嬉しいです。はい、わかります。そしてこれがその東京タワー、これどこが、あ、映った、左側のところがね映ってるんだ。めっちゃ面白いね。そうか、この門のところに行ったらここに見えるのか。行ってみようかな今度な。この間ね、これちょっとライブ配信で話しようと思ったら、この間ちょっと横浜の方までね、足を伸ばして行ってきたんですけど、やっぱり都会のさ、都会のね、いいね、都会は。あの夜さ、夜景というかさ、もう普通に走ってるだけで、まあ田舎者だからかな、わからんけど、こう、まあちょっとこう、綺麗なね、夜景を見ると、やっぱり都会の夜景は綺麗でいいなと思ってしまいますね。はい。まあちょっと混雑するとね、走りづらくて嫌なんだけど、はい。ありがとうございました。続いて、三つおみさん、心身体調との、久しぶりの投稿となります。優しい声に癒されながらいつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。先週末、梅雨の晴れ間に富士スバルラインから、富士山5合目と、忍野八海に行ってまいりました。行ってきました。以前紹介されたニョンちゃんパパさんの富士山の絶景がずっと気になってましたが、似たようなところを見つけましたので、写真を送ります。5合目忍野八海はもちろん良かったのですが、この山中湖パノラマ台からの富士山もなかなかでした。当日は午後になって少し雲がかかってしまいましたが、多くのライダーや次々とやってくる人たちで、狭い駐車場は常に満車状態でした。次は朝一番狙って、で行ってみたいと思います。三つ帯よりということで、そうか、これがその富士スバルラインのやつ、あ、違うか、推しの、あ、中山湖パノラマラインかな、パノラマ台かな。はい、あ、めっちゃ綺麗やね。これ誰かも投稿してくれたとこかな。ね、めちゃくちゃ綺麗でございます。いいね。富士山はいいよ。もうとにかく富士山は美しいと。さらに60くんも美しいので、めちゃくちゃ富士山とね、60くんの相性いいと思っております。はい、ありがとうございました。続いてダイナさん。シンシンさん、こんばんは、ダイナです。はい、阿蘇ツーリングの写真を送りますと。ツーリングね、ツーリングの話でございます。1枚目、赤牛料理っていうのかな、赤牛、赤牛料理専門店、山安さん。ちょっとごめん、これ間違えると怒られるな。赤牛料理店ね、山安さんね、赤牛ステーキ、メニュー、食べてないけど、メガ赤牛牛、牛丼、紙式、神式見、熊の、熊、読めない。熊の座神社、入り口。待って、調べた方がいいね。神式見、読み方、神式見熊の座神社。神式見、ちょっと待って、これ。むずすぎるわ、この。神式三熊の座神社の入り口。つらいな、ダイナさん、これ。6枚目、参道。そして、読めんな、これ何？うげど。あ、うげどって聞いたことあるね。うげど岩。大きな穴のところで10人くらい並べて建てるくらいです。で、ほらほら。うげど岩って何？なんか古事記とかに出てくるんだっけ？ほらほら神社。
今回行ったバイク、そして、東仙岩とホラホラ神社の由来、波どうぞ、あ、そうそう、60は、ジェットブラックで、ND はスノーフレーク、ホワイトパールマイカですと、ありがとうございます。こう 色をまとめないとな、うん、いろんなことがあっていろんなことがあっていろんなこと忘れてた、忘れもみんなに募集したのにね、まとめます。はい、すいません、ありがとうございました。はい、まずは山安さんね、外観でございます。食事ね、これ有名なとこですね。はい、でめっちゃうまそうね、これステーキですよね、ステーキ確かね、ステーキね、赤牛ステーキ。そして、メニューね、いろんなメニューがサーロインステーキとかねあります。でこれは食べてないけど赤牛 牛丼、メガ赤牛牛丼ね、これ美味しそうな。牛丼って概念ではないね、もうね、あの一般的なね、めっちゃステーキ丼やねこれね、はい、そして、これが何だったっけ、読めないのよ、上式三熊の座神社の入口か、はい、で、神社の参道と、これなんかすごい山の中やな、そして幻想的な感じ。でこれが宇毛土岩、あ、そしてこれがホラホラ神社で、これバイクめっちゃかっこいいな、これ何がバイク、ごめんなさい、 あんまり詳しくないんですけど、なんやろな、めっちゃかっこいいな、この真っ黒なのいいね、真っ黒なのね、めっちゃいいな、さすがダイナさん。で、ホラホラ神社の由来、そして、波ね、ワンピースの波だったんだね、めっちゃ美しいね、キレッキレの体してますけど、ナイスバディでございます、ナミさんね。はい、ということで、ツーリングのね、思い出ということで送っていただきました。ありがとうございました。そして、はい、続いて、マサバスさん、心身体調お疲れ様です。ちびまる時計のマサバスでございます。今回のね、報告、アルパインのドラレコデジタルミナミラーミデジタルミラーか、ミラー装着、そして、シートクッション、そしてボディカラー、アバターの名称、以上の内容を、下記の写真とともに、報告いたしますということでね、いただきました。まず一番最初ね、アルパインのね DVR-DM1200AOC 大きい方だってを先日松田とヒデポンさんから OK が出たので、早速アルパインスタイルにで、装着しました。あ、これ松田からもね、あ、出てるんだね。まあ、ヒデポンさんも確かめて大丈夫だということらしいです。まず電源を入れない状態のミラーは少し暗いけど、ミラーとしても素晴らしく綺麗に見えますだって、うん、いいね。で電源を入れるともちろん綺麗ですが、広角に映るため距離感をつかむのに慣れが必要かと、あとミラーとして素晴らしいので、投影された画面とミラーとの映り込みが二重に見えてしまいます、こちらも慣れが必要かと、たまに大きな荷物、楽器を積むか、移動することがあるので、ミラーだと後方が見えづらく、高速の白黒パンダ、パトや覆面レスラーや、煽られた時等に活用し、普段は電源入れずにミラーとして使用してますということね、荷物積んじゃうとね。そして、2つ目、レザーシート座面のへこみ、へたりが気になるので Amazon で購入してみました。値段の割にはズレもなく快適に、使用してますとで、3番目はね、プラチナコーツ、あ、これありがとうございます。色ね。プラチナコーツでクロスリー FR のエクストレ、エクストレちゃうね。何言ってんねん。エクスクルーシブモードね。エクストレイル違う車種やかな。しかも対抗車種やかな。で、4番目、60子ちゃんはいかがでしょう。ごめんな。あの、この放送というか、これコメント紹介するのが遅くなってしまって、名前が聖子ちゃんに決まってしまいました。申し訳ない。でも60子もいい名前よね。こうなんか言いやすくてね、60子。ちびまる子ちゃんのばっかりだけどね。はい、ありがとうございます。毎日本当に暑くシートベンチレーションが、大活躍ですが、体調をはじめ皆さんも体調にはくれぐれもお気をつけて安全運転で行きましょうと。PS 写真のナンバー確保希望ということで、送っていただきました。見ていきましょう。まずは、こちらね、アルパインのドラレコの横のね、画面でございます。
で、こんな感じ。結構大きいのね。大きいやつ。で、映るとこういう。でも、そうか。あの、ミラーだとちょっと暗めに映るってこういうことね。で、映るというか、その、デジタルね、インナーミラーにするとこういう感じね。いい感じでございます。はい。この、あの、気になっている方はね、チェックしてみてください。続いては、ちょっとヘタリが気になるというシートね。これね、これを、シートクッション、いい感じなんでしょうか。ね、もしよかったら、何を購入されたのか送っていただけると紹介できます。はい、そして、これ、六丸くんのね、前に鎮座してる、ノラちゃんでございます。ね、まあ、これ私の画面ですけど。チームマルコちゃんはいかがでしょうかという感じでありがとうございました。考えていただきましてね、申し訳ありませんでした。決まってしまいましたね。で、ノラちゃん出動できるのやつと六丸子と、こういう感じで送っていただきました。ありがとうございました。またね、いろいろことありますので送っていただけると嬉しいと思います。はい、はい、以上ね、オスドラのコーナーでございました。皆様ね、たくさん送っていただきましてありがとうございます。で、僕の六丸くんのね、コーナー次の、松山トークの時に、紹介させていただきたいと、思います。いろいろね、送っていただいてますので、皆様はね、これからあの紹介するものありますので、送りたいよ、みんなに見てもらいたいよという方はね、送っていただければと思います。ありがとうございました。続いて、二個目のね、コーナーでございます。二個目、まずはね、冥王星光覚さんでいいのかな。CX60、初期の頃に一番好きなメディアだなと思ってラジオ聞いてました。おすすめ流れてきたので、久しぶりに聞いてます。進化しましたね。ということで、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ちょっとね、嬉しいです。すごく。はい、そしてハスキーさん、追記です。久々に Google マップ位置共有からマツコネ共有しようとしたら、無効な地点と表示されてできませんでした。いろいろやってもダメだったので、別アプリでマップス GO を発見。中身は Google マップとほとんど変わらずで、マツコネの共有も問題なくできましたので、マツコネ共有がうまくいかない場合はこちらをお勧めしますということで、まあ以前ね、その共有してやるとやりやすいですよっていう動画作ったんですけど、なんか私も試したらね、あれ、これ共有できなくなってるじゃないかと思ってね、何があったのかわからないんですけど、できないね。うん、で、この Maps Go っていうのを使えばできるそうなので、共有してね、やりたい方は、こちら使ってみてください。はい、ありがとうございました。トモさん、本日当て逃げされちゃったよと、おっとトモですということで、ね、残念でございます。当て逃げ、写真もね、送っていただいたんですけども。残念すぎるね、うん、そして、もう一個ね、お久々にリップガーニッシュ紹介ありがとう、あ、久々早々にね、リップガーニッシュ紹介ありがとうございました。こちらのお侍さんのパーツカラーは、サイドリア合わせて、ブラッククロームを選んだ。ごめんなさいね、私紹介するときシルバーっぽい色って言っちゃったんですよ。あのブラッククロームね、うん、ちょっとブラッククロームなんだけど シルバーっぽくね、見えるんですよ、お侍さんのやつね、うん、そうブラッククロームでございます。で、選んでます。四方にガーニッシュ装着で四角い感が、強調されてよきよきと、仲間になろうって飼いなはれやとね誘われてます。皆さんいかがでしょうかということでございます。どうしようかな、うん、そうね、頑張ります。はい、続いて、一輪ディビジュアルさんかな。ディーゼルか、俺は、土壇場で PHEV にしたんだけど、あらら不思議、街乗り市街地で一桁ですと。そうか、PHEV 意外とあれだね。で、マツダに問い合わせたところ、PHEV は燃費を良くする仕様になってないと。エンジンの負荷をモーターで補い、環境に良いものということでした。ラブ4のガソリン車、7キロ。よりも悪いです。まあ仕方ないですね。高速に乗って試してみます。走ったら速いし、乗り心地もドイツ車に比べても全然気にならないから仕方ないですね、ということでね。PHEV ちょっとそのなんていうの、燃費がいい車ではなかったんだね。私もちょっと勘違いしてましたけど、そういうことなのか。残念といえば残念だね、うん。続いてハスキーさん、シンシンさん、こんにちは、ハスキーです。ステッカー好評で良かったですと、良かったよね。ありがとうございました。フロントエンブレムのフィルムを
私も購入しました。ただつけた時のエアー抜きに失敗して破れてしまいました、まあゴムヘラ用意するのめんどくさくてプラスチックのカードでやったの自分が悪いんですけどねと、ツンツンちゃん仮名今回落ち着いて良い感じでしたよということで、一番最初ちょっとねフラフラしてて気持ち悪かったんですけど、だいぶ落ち着く、まあどんな感じでやればいいのかっていうのが少しずつ分かってきております。はい、ありがとうございました。で、トモおじさんね、お晩でございます。トモおじさんです、今日の心身堂の投稿内容にあったアカウント名の お話初耳、特に設定してない状態で投稿したらどうなるんだろうと、なるほど、なんだか分かりにくいということでね、何も設定しないとね、アルファベットの、単なる羅列というかね、なんか暗号文みたいな感じになってしまうので、設定してくださいという、ちょっとご案内をさせていただきました。トモおじさんもね、書いていただきましてありがとうございます。ここに書いてあればね、わかるので、嬉しいです。ありがとうございました。続いて、CX-JUN-60 さん、先日家内とちょっとだけ旅行に行ってきました、長野県の真ん中から大洗町の往復740キロの前後の、ドライブでした。久々で牛久の大仏様とか、袋で、海ホタルサービスエリアとか寄りながら久しぶりに楽しんできました、話題の燃費の報告ですが全部で 21.6 キロでした、中央道って、下りは下りや上りが多くて、燃費的には辛くてちょっと落ちてしまいましたが、手前までで23キロで走っていました、入ってました、やっぱり燃費ですねということで、そうね、このディーゼルモデルはかなりいいという感じでございます。ありがとうございました。続いて翔太郎さんかな、翔太郎さん、こんばんは。2回目のコメントになります、の社町の正太郎翔太郎さんです、心身様、動画作成、お疲れ様です。地元に愛されて50年、青空の看板を目にしてから楽しいトークにいつも癒されながら、私春名湖行く時のやつだね、きっとね、拝聴拝見させていただいております。5月ゴールデンウィーク明けにエクスポロジフォア契約しました、契約時には6月末登録で7月上旬には、納車予定かなとのことでしたが、先日 D 営業から連絡があり6月登録から7月登録にと、自動車税が変更になるので契約書の差し替え変のため再度サインしてきました。営業から7月登録も 100% ではなく予定みたいで、何らかのリプロでもあるんでしょうか、私の納車情報はこんな情報で参考になればと思いますということで、ちょっと長引いているということでございます。もうちょっとね、そろそろ来たかな、わからんけど、またね納車になりましたら教えていただければと思います。お待ちしております。ありがとうございました。続いてダイナさん、今回60で行ってないのですが熊本まで行っていき、先ほどのね、オスドラ、オスドラで紹介させていただきましたね、ダイヤさんの、コメントの方をね、紹介します、6時に出発したのでで、白田っていうのか、白田のセブンで待ち合わせだったのですが友人が安定の遅刻で30分待ち安定なんだね、いつも通りなんだね、まあそういう人いるよね、もうねいつもだからもう気にならないという人いるよね、もう絶対あいつ時間通り来ねえよっていうよね、で目的地の高森かな、高森の赤牛料理店、山安さんへ、向かいました。10時過ぎに到着、整理券は4番目でした、そう整理券が必要なんだね、10時から整理券配布、11時へ、開店と、赤牛丼が有名ですが、今回ステーキを食べました。その後近くにあるなんだっけ、もう忘れてしまったけど神なんか熊野神社に、本当は10時に整理券を取っていくつもりでしたが、少し遅れたのと、午前中寒くて食事に行ってきました。その後すぐ近くにある神社へ本当は10時にあれちょっとなんか被ったな、この神社は神秘的で、パワースポット的なところです。アニメの舞台にもなってるらしい。なるほど。で本殿の奥さらに急勾配を登ったところに鬼が、蹴破ったと言われるウゲト岩があります。ここまで登って足がガクガクになりました。足に来たので少し休憩して、オラホラ神社じゃないね、ホギホギ神社ね、
オスドラの時ほらほらと言ってしまいましたけど、言ってしまいましたけど、ホギホギやったね。ホギホギ神社、ここは宝くじが当たるということで、ご神体の当選岩の謎シールを購入して、早速ロト7購入しましたが、当たると良いなと、友人が近くにワンピースの波の銅像があるということで、西原村の表山交流館萌えの里へ、ワンピースの銅像は熊本に散らばっており、1日で回るのは大変な距離があるので、今回ここだけ、機会があれば他も回りたいと思います。あ、そうなんや、あの熊本にたくさんねワンピースのあるんだね。この後帰ったのですが、昼からは気温が上がりめっちゃ暑かったです。写真はメールで送りますので、よかったら使ってくださいということで、あの先にね紹介させていただきました。あ、小田さんは熊本出身なんだね。だから熊本にたくさんあるんだね。そうかそうか、ワンピースのね。あ、なるほどなるほど、ちょっと行ってみたいね。うん、はい、ありがとうございました。あの先にね紹介させていただきました。はい、続いて、読めないね。でダメユキ、ダメユキさん、今まで通りでいいです。せっかく考えて作ったと思いますが、アバターはいりません。シンシンさんの声とアバターがどうしてもマッチしないのです。シンシンさんの動画を見て、周りの60はどうかなとか、何かしらの情報が入手できればと思って見ています。なので今まで通りでお願いしますということで、ちょっとねご指摘いただきましてありがとうございます。あの、まあ、ちょっともうちょっと頑張って、あ、まあ、自分としては今はねやって、あのアシスタントとしてねやってますので、もうちょっと辛抱していただけると嬉しいんですけど、もう見てないかもしれないね。ごめんなさいね。まあちょっとね、いろいろ変えていきたいなっていうのがあってね、いろいろやってみてます。すいません。はい、続いて、パンダコパンパンさんね、お久しぶりです。久しぶりですね、久々に動画見ました。すいません。というのはディーラーから、マツダファンフェスタのお誘いの連絡が来まして、シンシンさん行くなら行こうかと思ってますということで、そうね、うん、ちょっと行こうかなとは思ってますが、今のところ未定というか、まあ、予定というか決定ではないんですけど、うん、一応行ってみたいなという気持ちはあります。はい、もし行き合ったらね。で、まあ顔わからないからわからないかもしれないですけど、ね、よろしくお願いします。はい、続いて、キンブラさん、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。前回の動画にコメントさせていただきましたが、2つの偶然が重なって60を買うことになりました。おめでとうございます。1つ目が試乗車上がりの答え、何度か乗ってこれ売るなら買うよと、担当営業士として、話していたところ忘れた頃にオファー。もう1つがこの話が来る数日前に会社の若い同僚から CX30 か CX5 を中古で買いたいので相談に乗ってほしいと言われてて、何気に俺の5どうと振ったところ、トントン拍子で話がまとまり、売る側買う側ともにお得な売買となりましたと、需要と供給がマッチしたねということで、社会人になって初の中古車ですが、リプロも整備もしっかりされていて、乗り味も良い個体が手に入ることとなりましたということで、納車されたらいろ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 買っちゃうんでしょうね。買っちゃうで、買っちゃうで、もう今から買っちゃうで。動画のバックナンバー見まくって改めてお勉強中ですということで、楽しみですね。はい、またあの、そうか、もうディーラーにあるやつだから、あのタイミング合えばどんどんあの整備が終わればね、来るという感じなんでしょうか。はい、待ち遠しいでございますね。はい、続いて、アスキーさん、シンシンさんこんばんは。 CX5 と CX60 は客層が被らないけど、 CX8 と80は、客層と価格が被るからですかねと、販売台数にも特に少ないわけでもなさそうですしねと、聖子ちゃんいつかエンディングで歌わせましょう。歌わせましょうね。あ、ハンドル名表示元に戻ってると。いや、たまにチラッと戻るんですよ。でまたすぐ戻っちゃうんですよね。うん、はい、ありがとうございました。続いて、タコさんねかな、80が出て、CX8 がなくなるなら、そもそも80出て欲しくなかった、とても残念ですということで、ございます。そうね、まあ8ファンからしたらね、そういうことになりますよね。うん、まあ、80私はちょっと楽しみではあるんですけど、まあ、8はなくして欲しくないというのが本音でございます。はい、
続いて、CX1603 さん、シンシンさんこんばんは。暑いですね。エイト君への思いが、エイト君は残してほしいですね。80出ちゃっても、でも一メーカーで3列シートの SUV を2車種とか、販売するのは難しいんですかねと、極論国内では80出さずにエイト君の存続の方が喜ばれるんじゃないかって気もしますということで、ね、難しいとこなのかな。まあトヨタとかだったら出しちゃうのかな。まあでも予算そうだね、なんともいないよね。その売れ方次第ですよね。今まで8買ってた方は、客層が8は買いつつ新しく80を買う人たちが増えてくれればね、それはそれでいいような気がしますが、かぶってくるとダメということなのかな。でも5もその5と660のね関係もそういう感じに近いような気がしますけどね、うん、はい、ありがとうございました。続いて金村さん、こんにちは。マツダは新しいプラットフォームのイニシャルを、積極的にさば、いて、早期に利益を出すためには8の併売はマイナスだと考えているのかもしれませんねと、工場のライン効率化も含めて、机上の論理としては、80との置き換えなのでしょうが、車のタイプと想定ユーザーを考えれば併売が正解って気がします。むしろ5の方が他のモデルで置き換えできそうにも感じますが、どうなんでしょうねということで、そういろんな見解ありますね、うん、まあいけそうな気がするんだけどな。まあ素人考えではダメなんでしょうか、マーケティングのプロが考えるとちょっと違うのでしょうかっていう感じではございます。はい、続いてロングさんね、聖子さん、聖子さんね、シンシンさんが噛んだらツッコミ入れてくださいということで、今日はねちょっと頑張ってやってみてるんだけどタイミングが合わんね、これ間が大事やからね、ツッコミもねうまくできてるんでしょうか、編集後はうまくできると嬉しいと思ってます。はい、ありがとうございました。続いて、ケンスケさん、CX80 は高いですから8から乗り換える人は減りそうですねということでね、まあ、8もね高いからね、そこからさらに上となると、60よりも売れとなってくる可能性が高いので、結構な値段になってしまいますが、どうなんでしょうかというところでございます。はい、ということで、以上ね、2個目の紹介でございました。皆様たくさん、コメントをいただきまして誠にありがとうございました。これからも、このコーナー続けていきますので、ぜひともねコメントよろしくお願いいたします。また福男もね、みんなでね楽しんで投稿していただければ嬉しいかなと思います。あの何番ってね見てると楽しいんだからねということで、今回は、以上となります。今回の動画はね、まあ、ちょっと長くなりましたが、うん、まあ、振り返りますと、まとめとしてね、振り返りますと、スノーディーゼルのね、クロスリーお買い得ですし、おすすめですよという、試乗後の感想の動画でございました。そして、福男、またライブ配信でね、もう一度言いますけども、7月13日の、午後9時から、夜ね、9時から、放送し、生配信させていただきますので、お時間ご都合、よろしい方は、こぞって参加していただけると嬉しいと思います。はい。そして、まあ、あと、オスドラ、いろんなところね、おすすめのドライブと、2コメ紹介させていただきました。今回もね、楽しい、動画でしたね。いろいろ、なんでしょう、オスドラとかさ、僕の60とかさ、みんなの車がわかる、みんなの行ってるとこがわかるってめっちゃ楽しいよね。ほっこりした気分になれると思います。これからもよろしくお願いいたします。ということで、今回、動画は以上となります。この動画はね、楽しいと思っていただけた方は、何どうぞ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今後ともね、頑張っていきますので、ちょっと低迷してるからあるんだけど、頑張っていきますので、やっていきたい、応援の方、よろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバーイ。なんじゃねえ。さよなら。また次の動画でお会いしましょう。